支えてきた方と、もちろん今も支えてくださっている方とが、戦う中で、自分と、まあ、今井ライル選手所属なんですけれども、そこでそのヒートアップを支えてきた方よりも今の自分たちが一番こう輝くことによって、なんですか、支えてきてよかったと、他の選手にも思ってもらえるように戦っていきたいと思います、はい、ありがとうございます。では慎吾選手からお願いします。はい、31日後楽園大会ですけど、まあ去年から新しいユニットでダブル慎吾というのが始まったんで、まあ今年はダブル慎吾、誕生の年から今年は飛躍の年にしていきたいと思います。そしてここで組まれたカードはダブル慎吾に加えてここにいる酒井宏樹、はい、酒井宏樹ともこの仲は僕はすごいいいんで、はい、ダブルシンゴに酒井宏樹を加えた3人で獅子イーソー、ちょっと聞いたことないんですけど、僕が多分プロレス始める前にはもうなくなってたユニットなんじゃないかなと思ってます。西調布、昔あったみたいですけど、僕が始めた頃にはもうなくなってるんで、はい、ダブルシンゴを、飛躍の年にするべく、いい試合をしてですね、勝って飛躍の年になるよう、もういい試合にしたいと思います。ありがとうございます。酒井選手お願いします、はい。まず2度目の後楽園ホールで、今回の対戦相手は、まあ、伝説の、まあ、ユニットということですが、まあ、自分全く知らないんで、まあ、とにかく、目の前にいる相手を、叩き潰すだけです。でパートナー、ここにいる慎吾選手、もういつも一緒に練習してるんで、何の心配もありません。そしてもう一人の慎吾選手、もうこちらも、何も言うことないぐらい、最強のパートナーだと思いますので、当日は、全力で叩き潰したいと思います。ありがとうございます。1月31日後楽園ホール大会で、藤浪さんとタッグを組ませていただくことになりました。レジェンドの隣にいて恥ずかしくないように体作って気持ちを作って試合に臨みたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。藤浪さん実際に叩かれたことがありましたが、はい、どんな印象を受けました？いや、まず最初のレスリングからも何もできなくて、もう力も強くて、自分が今まで試合した中で、まあ、試合前から一番緊張してましたね。そんな藤浪さんとタッグを組めるってなるとより緊張するので、気を入れて試合していきたいと思います。対戦相手西調布の2人ですけども、はい、はい、この2人いかがですか？柴田さんと武田さんは、まあ、自分がプロレスファンの頃から見ていて、まあ、憧れる存在で、柴田さんは自分にリバーススプラッシュを教えてくれた方なので、後楽園大会で柴田さんからリバーススプラッシュで勝ちたいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ヒートアップの田村です。今年2023年は、ヒートアップ旗揚げ10周年、そして、自分自身もデビューして20周年になる、年になります。その中で、まあよく20年続けてこれたなっていうのは正直な感想なんですけど、20年やってきてやってない選手がすごいたくさんいるなと、やりたい選手たくさんいるんですけど、まあそこで今年はちょっともう自分のわがまま言わせてもらって、やりたい選手ととにかくカードを組んでいこうと思ってます。でその中でやっぱり大森さん
2005年にアックスボンバーズ結成して、僕は多分それがなかったら今の自分もないし、ヒートアップもないと思ってます。あの頃、大森さんが、僕ら売れないレスラーを拾ってくれて育ててくれて今があると思ってます。その恩返しを、この後楽園ホールでしたいと思います。もちろん、ただの恩返しではなくて、僕はもう勝つつもりで、大森さんから、いただいたアックスボンバー僕も使ってるんで、大森さんをアックスボンバーで僕が倒します。ありがとうございます。大森選手、よろしくお願いいたします。はい、全日本プロレスの大森貴です。まずは、ヒートアップ創立10周年、はい、そして、田村選手デビュー20周年か、はい、おめでとうございます。ここまでは社交辞令ですよ。はい、はい、あの僕は全日本プロレスの所属なんで、よその団体に来たらまずその団体を持ち上げないと話が始まらないから、はい、はい、で一つだけ今日カミングアウトさせてもらいたいことがあって、まあカミングアウトっていうほど大したもんじゃないんだけど、実は私あの新百合ヶ丘在住なんです。大した話じゃないんですけど。すごい話です、それは。ということは川崎市民で浅尾組なんだ、はい、ということはイコール、川崎市浅尾区の広報誌が、定期的に自宅のポストに入ってくる。はそうすると大概出てるのがヒートアップの記事だ。あもうすごく地域に根ざして、決してねそんなに恵まれた体じゃないのに、根気強くエネルギッシュに地域に根ざしてプロレスを継続してるなと常々、別な視野からも田村選手を見てました。でも大概その広報誌は読む前に丸めて捨てます。え、ちょっと待ってください。非常に目障り。ちょっと待って、気分が悪い。まあ後楽園でその今まで僕の中で溜まった鬱憤を思いっきり晴らさせてもらえる、それが俺にとっての田村に対するお祝いから最大の社交辞令だね。ありがとうございます。ご質問等ございますでしょうか。田村選手、はい、早速麻生区を敵に回してきました、ね、いや多分麻生区を敵に回したのは大森さんの方で、タウン氏を丸めて、俺はスウェーブになるじゃないか、丸めて捨てるという敵に回したつもりはない。麻生区のことは全く気がしないです。俺は僕は川崎田村ヒートアップの記事が僕でやっぱりちょっと目障りなんだよね。地域の情報を知りたくて広報誌開くんだけど、ヒートアップの何々選手がこういう活動をしてます、田村代表が試合で大活躍しましたとか、そういう記事を見るともうやっぱり気分悪いよね。全日本プロレスだから俺は。なるほど、はい、と言われてますね。これは逆に浅尾区民のためにも僕は頑張らなければいけないという。俺は浅尾区に住めなくなるんだけど、はい、まずもう川崎市を背負ってしっかりと大森さん倒します。大森さんもぜひアックスボンバーズの思い出をちょっといただきたいんですけど。はい、遡ることどのぐらい前になるんですかね。18年、16、17年、8年ぐらい前、ざっくりとした記憶しかないんですけど、まあ、非常に当時ですね、まあ、エネルギッシュなんだけど、その爆発する先を見つけられないでもがいていて、もうエネルギーだけはもう内に秘めて、その発散する場所を持て余していた若い選手たち、一緒に僕も成長したいなと思っていろいろ活動した時期がありました。まあ、時には新木場の控え室から夢井さんの掛け軸がなくなったりとか、田村がもう家に引きこもっちゃって出てこなくなっちゃったから、自宅までみんなでね、メンバーで布団ひっぺがしに行ったりとか、そういうことがありました。
もうすごくいい思い出です。そしてなおかつ今もあの時折全日本プロレスにサポートとして来てくれる時もあるし、もう非常にあの頼もしいパートナー、アジアタッグの選手権もあのやったこともありました。まあでもそれはあくまでも社交辞令ですよ、はい、リングの上では叩き潰します。田村選手は、はい、まあ大森さんのおかげでアジアタッグにも挑戦させてもらったり、あとガオラ TV も、撮りました。これはもう大森さんのおかげです。いや俺のおかげだね。でまあ、僕もちょっと一つ、そう言ってて、はい、油断して俺の足をすくおうと思ってた。いやいやいや、そんなことないです。大概そうなんだよ、俺の、はい、僕も一つちょっとカミングアウトさせていただいてもいいですか。何でしょう。はい、ちょっと今日ここの記者会見の場所にこう大森さんを呼んだのにちょっと意味がありまして、はい、僕アックスボンバーズ時代ですね、はい、実は僕まだ会社員だったんですよ。ほう。プログラマーだったの。あ、そうなんだ。はい。全然知らん。このビルの5階で働いてたんですよ、うん、へー。はい。で、アックスボンバーズに呼ばれて、アックスボンバーズの収録だなんだかが平日だったんですよ、うん、あー、勝ち合っちゃうんだ。はい、そのために僕有給を取りまして。知らん。はい、会社で。そうだったんだ。はい、気まずい雰囲気になりました。いや、それも今のヒートアップのメンバー知らないんじゃない。多分知らない。その田村選手の過去っていう。はい、そこで僕決意したのは、はい、会社員を辞めようと、うん、会社を辞めて、僕はアックスボンバーズに命をかけようと思って、うん、人生そこで変わったんですよ。そうなので、大森さんは、はい、僕の人生を変えた一人でもありますので、ここは倒して本当恩返しをしないと前に進めないと思っています。そういうことだったのか。よろしいでしょうか。なんでもっと早く言わないんだよ。すいません、大森さんが心配するかなと思って。ありがとうございます。はい。選手権試合の調印式を行います。まずはじめに、田村選手からお願いいたします。1月31日、後楽園ホール大会で行われますヒートアップユニバーサル選手権の選手権として認定されましたので、こちらを貸していただきます。調印式とかね、いろいろやったり、まあ、SNS でね、今の時代、ね、なんか煽って試合にこぎつけるやつとかね、いっぱいいると思うけど、俺と金平はやるとかもうやらないじゃなくて、もう約束された戦いだから、これは。うん、なんだろうね、めちゃくちゃ小難しい理由とかも俺いらないと思うし、言ってしまえば、俺ははっきり言って別にね、こいつのことは別に嫌いじゃないし、じゃあ嫌う理由って何なんだって考えた時に、嫌う理由なんか何一つないんだよ、はっきり言って。ねえ、よくいるじゃん、無理やりね、嫌う理由をね、探して、悪役ぶってるやついるじゃん、俺大嫌いなんだよ。ああ、てめえが嫌いだと思ったら本当に嫌えばいいし、てめえがね、好きだったら、ね、そいつと試合して、
叩きのめせば俺はいいと思うし、でもその存在が俺にとっての金平で、まあ本当このヒートアップのね歴史ある大会で、かつて、ね、高校の社長の田村と、荒井健一郎が、ね、このベルトをかけて切磋琢磨してって、まあ、そういう時代は金平はもちろん俺も知ってるし、でね、まあ、いつまで田村荒健でやってんだと、いつまでもこの世代じゃダメだろうっつって、で荒健に言われて、ね、ジョーお前が挑戦できるようになきゃダメだっつって、いつかっつって城明と金平でこのヒートアップの歴史を変えなきゃダメだぞって散々散々ね言われ続けて、でまあやっとこの後楽園のメインで実現できるっていうのは、まあヒートアップの世代が変わったっていう証拠なんじゃないかなと俺は思うし、うん、まあ、紛れもなく俺が挑戦するっていうのはみんなが認めてると思うし、まあ、てか認めてないやつは俺が黙らせるだけだから、うん、まあ文句あんならね、誰か意義あるならね手挙げてね、この会見場に乗り込んで俺のことぶん殴っていってもいいし、まあ、まあぶち殺してやっからこのやつまあほんとさっきも言ったけど約束された戦い、俺と金平タイトルマッチ、うん、もう言葉はいらないと思うし、あとはねやるだけだから、うん、しっかり結果残して俺がこのベルトを取って二冠王になってね、ヒートアップの歴史を俺が変えてって、ヒートアップの選手じゃないこの俺がヒートアップをプロレス界のてっぺんまで持っていきますんで、後楽園、皆様よろしくお願いします。ありがとうございます。金平選手お願いいたします。はい、まあ、最初にこの城平がヒートアップに参戦し始めて、確か一番最初にシングル待ちで戦ったのが確か僕だったと思うんですよ。なんかその時からまあ見た目とか全然違うし、こんな悪そうなやつですけど、なんだろうな、なんか同じ匂いをすごく感じてて、でまあキャリア的に言ったらジョアキラとかちょっと先輩なんでしょうけど、なんか同世代というかなんか同じ匂いをすごく感じていて、でその時からいつか大きい舞台でシングルマッチでまあタイトルかけてやる時が来るんだろうなとは思ってました。あの前こうジョアキラが挑戦表明してきたのはまあ素直に嬉しかったし、まあさっきもこいつ言ってましたけど、まあもうユニットとか関係なくやっとこの俺らの世代で後楽園のメインでタイトルマッチができるっていうのはすごく俺は嬉しいですね。でやっぱりこうベルト持ってて思うんですけど、この挑戦してくる人間っていうのはやっぱりこのタイトルに対して愛がないと嫌なんですよ俺は。でその中でもこいつはこのヒートアップのタイトルに対しては過去の中でも一番愛がある人間だと思ってます。だからまあ10周年メインイベントタイトルマッチ、めちゃくちゃ熱い試合して新しい歴史をまた作りたいと思います。そうです、ありがとうございます。ご質問等ありましたらお願いいたします。まあ金平選手、まあ、この大会結構スタイルいいから、まあ、昔の選手もたくさん参戦しますけど、まあ、現在進行形で戦えるってことですか、嬉しいですか。そうですね、まあスタイルいい時代の方たちとは僕はあんまり正直絡んだことがないので、まあいつか僕は本当は試合したいなと思ってるんですけど、やっぱりそうですね、でもやっぱまあなんか僕はやっぱ目の前の相手しか見えないので、まあ他にどういうカードがあるっていうのは、まあ、一応知ってますけどあんまり興味はないです。ありがとうございます。
僕は上記が倒すことしか考えていないです。ジョー選手の金平選手からなんか同じ匂いをすると感じたと言ってました。ジョーさんからはいかがでしょうか。てめえその前にあれだろお前、タイトルマッチの会見だろお前。ああ、もう俺がお前ここにいるのに、お前なんだよ、若菜ひらに違う相手の質問しやがって。てめえ舐めてんのか、バカ野郎。クソだ、俺。お前さっきも言っただろ、お前。言葉で何つっただろ、なあ。金平は単純に俺のライバル。俺はただやるだけだって。勝って、結果残せば、誰も何も文句言わねえだろ。ああ。こいつも言ったけどさ、俺もそうなんだよ。俺もこのヒートアップのタッグのベルト、ユーザクと取ってるけど、ああ生半可な気持ちで挑戦してくるやつ多いじゃん。ねえ、無理くり理由作って、ろくにね、歴史も調べもしないで、何の愛もなくて、ただただ、何、誰かに言われたのか、知らねえけど勝手に挑戦してくるバカいっぱいいるじゃん。気持ち悪いんだよ、はっきり言って。取りてえやつだったらいくらでもいいんだよ、そこら辺に。そうじゃねえだろ。このヒートアップのタッグのベルトとか、このシングルのベルトとか、どんだけ血と汗と涙が詰まってんだって。そこを理解しないで、なあ。なんか単純になんか SNS で煽って、ね、コメントもなんかしょっぱいコメントばっかして、ね、クソダセい奴らが多すぎるんだよ。ああ。タイトルマッチするんだったら、愛を持ってかかってこいって、俺は思うし。まあ、さっきもこいつ言ったけど、うん、間違いなく俺はこのベルトを愛してるし、このベルトも愛してるし、言ってしまえば俺は分かんない、ヒートアップをもしかしたら愛してるのかもしれない。うん、愛してる団体を俺が一番輝かせないと男として腐っちゃうでしょね。まあだから男をね、証明するためにもね、もう何回も言わせんねん、このベルト俺ががっちり取ってヒートアップのね、象徴に俺がなるから、うん、もうそれだけでいいっしょ。よろしいでしょうか。ありがとうございます。金平選手、伊藤選手、ありがとうございました。